カンバーランドシープドッグとは、イギリスのイングランドの旧カンバーランド州原産の牧羊犬種である。日本でも人気の高いスコットランド原産のボーダーコリーの先祖にもなった。古くから存在するコリー犬種の一つで、カンバーランドシープドッグに関する最も古い資料は1800年代に残されている。カンバーランド州とその周辺で使える。 地域限定の純血のコリー犬種を作り出すために、ワーキングコリーの中から選択された優秀な個体を、元に、ブリーディングが行われて改良され、犬種として固定された。もっぱら牧羊犬としてのみ使われ、他のコリー犬種に比べてずば抜けた、ハーディング能力を持っていたため他の州でも知られるようになり、牧羊犬コンテストでも19から20世紀にかけて、常に、 優秀な成績を残し、さらなる人気を得ていった。それによって本種は、スコットランドの国境地帯にも渡り、改良が行われて、用紙、能力がさらに優れた、ボーダーコリーが作出された。なお、主に、ボーダーコリーのベースになった、カンバーランドシープドッグは、不和の大会優勝記録を保持しているオールドヒンプゴーであると伝えられている。20世紀後半になると、 カンバーランドシープドッグは子孫のボーダーコリーにとって変わられるようになって数が減少し現在はイングランドのカンブリア州に数頭が生存しているのみになってしまい絶滅犬種として捉えられるようになってしまったしかし本種をボーダーコリーと戻し交配させ本種を再現しようとする試みも行われているボーダーコリーに比べると体格は骨太でがっしりとしていた マズルは短めで太く、頭部も大きめで幅が広い。耳は小さめの半垂れ耳で、尾はふさふさした垂れを、コートは厚く密接したロングコートで、毛色はブラックホワイトまたはカフェオレホワイト。筋肉質のボディは見た目によらずしなやかで、羊を効率的に誘導できた。ハーディングスタイルはボーダーコリーと同じで黙って体勢を低くして誘導を行った。 性格は忠実で、友好的、主人家族の役に立つことを最大の喜びとする。温厚で知的であり、とてもしつけの飲み込みが早い。さらに、攻撃的な気質を持っていない。体高51センチメートル前後、体重40から50ポンドの大型犬である。デズモンド・モリスの犬種辞典、デズモンド・モリス著書、福山秀也、大木拓役成分動振興者。 2007年、カンバーランドシープドッグの写真付き HP、ありがとうございます。